よし。ってことでね、改めまして、こんにちは、山亮と申します。さあ、ここからがね、本編、まあ今までのはどっちかというと前哨戦ですからね、ということでね、この JR 四日市駅にね、来ておりますよと、いつものごとくでございます。で、今日はね、どこに行こうかというとですね、大阪難波に行こうというわけでございますね。で、もうね、四日市市民の方のみならず、三重県民の方でしたら、おいおいと、なるところでございますね。四日市駅からね、四日市から大阪難波に行くって言ったら当たり前なんです。もう9割くぶくりの人が、近鉄使うわけですね。これはね、名古屋よりも顕著でね、実は。名古屋の人の場合は、新幹線使うという選択肢が出てくるんですよね。時間的にもそっちの方が早いですし。ただね、三重県の四日市から、これ新幹線系で行こうと思うとね、結局30分ぐらいね、特急で30分、約30分、四日市の方に行って、まあね、JR からでも、JR からでもまあ、ね、30分ぐらいね、プラスアルファかかって行って、ね、で、そこから乗り換えてなりますもんで、ね、まあまあ大変じゃないですか。特に難波に行こうと思ったらね、新大阪から難波はね、ちょっとまたかかりますからね、乗り換えてから。っていうことなんで、普通はね、みんなね、乗り換えなしでね、快適に行ってね、お得なね、近鉄特急を使うわけでございます。で、何が対抗策はないのか。ね、新幹線って言ってもね、が一番ベターな感じがするんですけどね、それだとね、なんか他にね、ちゃんとした手段ないかなというのでね。で、まあ、四日市駅に来とるということですね。で、普通なら、あ、そうかそうか、ね、難波に行くのにね、まあ、東海道線で行くのかね、名古屋経由で東海道線でね、ぐるっと回っていくのか、もしくはね、関西本線、このままずっと関西本線を乗っていって、そうすると、関西本線に乗っていくとね、そのまま亀山からね、次鴨ね、行ってね、この前の行ってきましたよね、鴨駅。とか、あっちの方に行ってしまえば、あ、なるほどな、難波までね、同じ関西本線ですからね、そうそうそう、つながってるわけですから。あ、それで行くのかな。でもね、それは結構他の方もいろいろやられてます。四日市から行くことだけにね、特化して考えてみたんですよ。そしたらね、あるんですよ。もう一ルートがね。ね、もう答えも書いてありますし、もうとっとと切符買いますからですけどね。ここにね、ありますよね。特急なんてありません。そうですよ。こっちでしたらね、紀勢本線でしたら特急走ってますからね。そのまま、ね、勝浦か、新宮から、黒潮に乗ってしまえば、なんと乗り換え一本で行けちゃうじゃないですか。特急だけ。これきっと便利だと思いますよ。きっと便利なんじゃないかなっていうことでね。今日はね、四日市からね、とりあえず、そっちの方に、ね、行ってみようと思います。とりあえずね、切符買わんとね、話にならんでね。あ、すいません。まあ、普通そうですわね。行かないよね。うん。ということでね、まあ、ね、ここになるとね、大阪市内になってますけど、まあ、これで難波まで行こうじゃないかということですね。ちなみに、料金は8000円。ちょうどぴったしね、8000円。2510円に、で15,110 円やろ。15,110 円に、13,560 円ね。13,560 円ってことでね。新幹線乗った方が安かったかな。って気もしますけど、まあね、そんなはずはありません。きっと在来線特急の方がいいはずなんです。ってことでね。さ、来ますか。飲み物買ってとこ。さ、飲み物もね、しっかり買いましたんで、まあ、中旅ですからね。さ、じゃあ、行きましょう。よいしょ。オッケー。さあ、長いっすよ、大阪までね。あ、そうか、号車確認しとかんとね、指定席検定取ってきましたからね。普通列車、亀山行きです。この列車は各駅に停車します。よいしょ。何号車？4号車。向こうか。4号車。この辺りか。お。今回は、指定券取りましたけどね。こっちは自由席でもよかった気もしますけどね。
こっちね、新宮まで。まもなく1番線に特急南紀1号 T 勝浦行きが到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は4両編成です。でまあ普通に考えたらあれですよね、自由席でもね多分問題ないんじゃないかなと思います。普通だったらいいんですけど、ね、去年実はねあの鈴鹿サーキットでイベントやってるんですよね。スーパー GT がやってますもんでね、もしかしたらちょっと重積込むかなというね風にね踏んで今回はこっちにしました。指定席にとりあえずしてみました。よっしゃ、つっても今回は手の字までずっと今回でも天王寺までずっとよし、ありがとうございました。紀伊長島に到着です。この列車は10時24分発特急南紀1号紀伊勝浦行きです。列車の発車までお待ちください。ありがとうございました。熊野市に到着です。ご乗車ありがとうございました。まもなく新宮です。出口は左側1番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。さあ着きましたよ。ってことで和歌山に入りました。